こうやって生まれるんだな、リア子が。ごきげんよう、ゆりえです。ごきげんよう、ほなみです。オクトパス結成おめでとうございます。イエーイ。メンバーの発表はちょっと前の話に戻るんですけれども。そうだね、いや、びっくりしたね、本当に。ほなみちゃん的に、いや、この人来てほしかったっていうのはある？いや、もうトーマ氏ですよ、私は。あ、そうだね。ゆりえさんには見つけましたよ。 LINE で言ってたけども、もう、私はトーマくんが来たら絶対に押しますって言ってたんだ。ツイッターにね、トーマくんの写真がパッて上がってきた時に、ゆりえさん決まりました、私はオクトパスを押しますって言って。押します。いや、私的にはね、カイホくんですよ。日プのね、上がってた動画を見たときに、そのトーマ氏とね、カイホくんが一緒にデビューしようみたいな、二人でデビューしようっていう話をしてたわけ。してたね、裏で、ね。それを見てるからさ、カイホくんが先に来たじゃない？あ、そうだった。確か。パッと上がったやつが。いや、じゃあ、トーマ氏もいないとダメだって思ってたの。言ってたね。そう、だからね、二人同じグループってなってありがとうって思うしね。あと、小森くんのラップをもう一回聴けるっていうのが嬉しい。もう、オクトパスは本当カイホくんと小森くんがいるんで、ラップはもう間違いないと思います。安定ですね。でも強いね。ラップもそこ二人がいるからさ、まあ強いけど、ボーカルもそうじゃん。そうなんだよね。ダンスもそうだし、いや、ボーカル、だって、太田くんでしょ？で、四ツ谷くんがいるわけですよ。まあもちろん、トーマくんもね。ビジュアルもね、いいしね、クリちゃん。ね、ほんと可愛いね。もう、愛嬌が、愛嬌が可愛くてしょうがないよ、もう。どんぐりコロコロ、どんぐりた。また見たいのよ、女装。あ、なんだっけ、クリチャミだっけ、クリチャミだっけ、ちょっとなんかギャルっぽいやつだよね。あ、そうそうそう。その、結成したということで、番組あったじゃない？あったね。じゃあちょっとギャオの番組、あれなんだっけ、オクトパス結成記念番組？なんかオクトバースみたいな、なんか。あ、かけてんだ。なんかシャレてんな、みたいな名前だった記憶がある。言い方。まあそれがね、11月28日にもう生配信されて、今はね、はい、アーカイブが上がってるということで、1分動画さ、突っ込みたいとこがありすぎてさ、四ツ谷くんが四つ葉のクローバーを探すんだよね、確か。ね、そうそう。ネタバレしますけど、見つかんないんすよ。ね、もう、かわいいよね。ね、その後にさ、コセくんがさ、そう。すごかったね、あれ。なんか芸術家さんかなって感じ。動画の編集もうまくて、ね。ね、ちょっとゆりほな動画やってくんないかなってくらい。雇うか。あのマネージャーさんいらっしゃいますか？オクトパスのマネージャーさんお願いします。あのコセくんに動画編集お願いしたいんですけどみたいな。まさかのね、顔は出さずね、編集だけっていう。あ、全然、あの編集だけでいいんでって。全然無駄遣い。無駄遣いだね。すごいもったいない。まあまあ、やらない、大丈夫で、やらないです。やらないです。ファンの皆さんすいませんでした。絶対やらないですけれども。はい。わたるくんのさ、あれ、サッカーよくわかんないけど、すごいことをやってたわけでしょ？そうね。目隠しだっけ？で、やったら、最後に、なんか以上です、みたいな挨拶するとき、完全に横向いてて、いや、うまいなと思って、持ってんなって、持ってる男だなって思って、で、しかも蓋開けてみたら1分超えてるっていう。ね、いや、すごいね。いや、マジかっていう。ビジュアルすごくない？オーラは増してきたよね。花嫁で連載してそうなさ。あの、ゲーム版だったらいろんなこう、攻略できるけど。そうそうそう。アニメ版はね。漫画になったり。そう、アニメとかはさ、一人じゃん。一人になるからね。もうその王道ルートの人。私たちの時代はそんな感じだった。そう。私たちの時代はもうまさに。これこれって。あ、でもそう、わかるわかる。これこれって感じ。でも、ところがさ、面からピンクなんよ。そうなんだよね。コセくんが赤なんだね。わりかし、ああ、納得って感じなのかな？どうなんだろう。なのかな？なんか、その、それこそこう、優しい歌声のイメージがあったから、柔らかい色のイメージかな？どちらかというとっていう感じだったんだけど。JO1 の無限大やったじゃない、ね、無限大2組だっけ、うん、やって、出だしだったじゃん。優美な動きをしてたじゃない？燃える赤。実際はそうなのかな？結構こう、内に秘める熱いもんがあったりしたりするのかね？ただ、ママ枠なんでしょ？全員産んでたもん。マジ、おっか
スはママと兄弟だもんね。だって、トーマくんですらさ、直樹俺を産んでるって言ってるのがさ。そうだよね。まあ、トーマくんの発言もさ、うん。なんか自分自身は全然面白いこと言えなくてっていう感じで、うん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 、あの、1分の動画をさ、おしゃれに。ね。まあ、それでも個性的に仕上げてきたけど、いやいや、トーマくん大体喋るとパワーワード生んでんのよ。すごいよね。あの、ハッシュタグになりそうなワードばっか言ってたよね。いや、ほんとほんと。あの、なんだっけ、あの、料理？料理、うん。その、トーマくんが、なんか作る料理といえばみたいな質問があったじゃない？うんうん。それぞれ8人がパッとフリップあげるんだけど、うん、小堀くんかな？小堀くんがコーヒーって書いてて、うんうん、後ろにいた四谷くんがキャラメル？うん。それを見たトーマくんが、なんかキャラメルは作ったことあるし、うん、コーヒーは、なんか、育てようと思うって言ってる。ちょっと、やりそうな感じはあるじゃん。うん、俺が育ててるってなんで分かったのみたいなくらいな、うん、なんかトーマくんだったらやりそうっていうところがさ、あるからより一層面白いんだよ。なんだったらむしろ、育ててなかったのぐらいもな。うんうんうん。あれ、経営してなかったって。そうそうそう。で、その、言いたかったんですけど、あの、料理の、あれで。うん、うん。私結構、日文の時から、海保くんをしてて、うん、うんうんうん。いや、もちろんその、海保くんとね、うん。トーマくんが、私がさっきこう、一緒にデビューできてよかったっていうくらいだから、本当に嬉しいんだよ。うん。嬉しいんだけど、あの料理のくだりは、海保くんのマウントだよね。あれは、ちょっと真偽ですね。二人は通じるよね、みたいな空気をね。だって他のみんなが誰一人納得してないんだもん、うん。せめてさ、じゃあ他のメンバーがさ、うん、まあ、目玉焼きとか、うんうんうん、まあ、オムレツとか、うん、そういうのあげてもいいじゃん。うんうん。いや、コーヒーにキャラメルよ。全然誰も卵に触れてないんだよ。いかにイメージがなかったかってことだよね。そん中でオムライス合わせに行くんだよ。ね。しかも麺から？あ、麺から？うんうん。ま、トーマさん白わかる。うんうんうん。100わかる。うん。で、カイホくん黒もわかるんだけど、うんうんうん。わかるんだけど、あ、白に黒ですか。新目か。あれっぽいよね。セーラームーンのさ、うん。ネプチューンとウラヌスみたいなさ。わかるー。ねえ、そこはセットですみたいな感じがあるよね。ねえ、そうなんだよね。だでも一緒にデビューできてよかったねって思う、ほんとに。ほんとにね、そうね。ちょっとジェラったくらい全然いいんですよ、ほんと。まあ、でも、ジェラれるのもね、あの、オクトパスが結成してくれたおかげだからね。そうだ、うん。確かにそうだ。そうだよ。まあ、インスタから割と二人でなんか仲良くやってるけど。二人でなんか、なんか二人でダンスとか踊ったりしてるけど。忘れろ。前世の記憶はもう捨ててけ。オクトパスだけで生きていこう。で、あんさ、その、カイホくんでさ、ちょっと聞きたいことがあってさ、うん。配信の後に YouTube の方に、うん。お誕生日おめでとう動画みたいなの上がってたじゃん。あれでさ、一番最初にさ、カメラ回しながらさ、トーマくんと英語喋ってたの、あれ、カイホくん？いや、私も思った記憶ある。二人いるってことはカイホくんかなって思った記憶ある。来ました。うん。カイホ氏です。お！やはりそうか。トーマくんで四谷くんがこうなんか並んでる時だよね。そう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 。ここに映ってる。あの肩に頭乗っけてけしからんなって思ってた時に、うん、もうなんか流暢な英語が聞こえてくるって思って。ああ。好き。溜めたなー。はあから好きの間すごい曲がったな。すごい含みが感じられたんだけど。はい、こうやって生まれるんだな。リア子が全然トーマくんと仲のいいところを見てやっぱ嬉しいなって思うけど、うん、なんだろうこの気持ちは。初めての感情が今。そうそうそう、もしや初恋みたいな。あ、これが恋トゥンクってやつ。そうそうそう、これが恋トゥンクってやつ。誕生日会の動画じゃなくて配信の方の話に戻っちゃうんだけど、太田くんがさ1分動画でさそれぞれのいいところを喋りますみたいに言ってるやつ。見てた。うん。もうなんか、オタクがリアクション動画撮ってる時と似てるなと思って。つまり私たちの仲間だね。すごいこちらのね、匂いを感じたの。ごめんね、ほんとごめんなんだけど、なんか近いものを感じてしまったの。早口になっていっぱい喋るやつね。あ、そう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 。自分たちは気づいてないんだよ、あれ。オタクってさ、やっぱ語るとさ、すごい早口で長文になるよね、うん、長くなるよねって言ったら、うん、ゆりえほんとそうだよって言われて、私
私だったって私オタクだったのっていう、ちゃんと気づいて分けて送るようにしてる分けて送ってる、大事。そしたら4通ぐらいになってる、一気にラインが。いや、なるよね、ポン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 って溜まっちゃう感じに。長文にならないならそうなるよね。でも太田くんでもちょっとずるかったよね、最後にさ、そのファンの皆さんも好きですみたいな、あ、言ってたね、話をしたじゃん。あ、ちょっとずるいなと思ったで、同じようにずるいなって思ったのが、その小瀬くんがさ、なんか手紙を最後に言うじゃん。あ、はい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 、いいね、小瀬と手紙のケミはいいよね。小瀬と手紙のケミうん、あのケミいいよねちょっと泣けちゃうよね、うん。で、その後にさ、小瀬くんがなんか、うん、ちょっと時間を作って、うん、オクトパスのメンバーへみたいなことを言うわけですよ。あ、なんか、いや、オクトパスみんなそれぞれみんな言いたいと思うんだけど、あれ、小瀬くんここで言うのずるくないってちょっとね、小瀬くんずるいよ、ただでさえ小瀬くんなんかいい子なのにさ、さらにそんないいところ見せるってちょっとずるくないちょっとね、もう株上がっちゃうよねねえ、4つだってやりたいに決まってるよってそれこそなんだろう、小堀くんは、うん、無限大2組、うんうんうん、あ、でも四谷くんもか。そう、四谷くんもだよ、無限大2組、うん、四谷くんが作ったチームだもんね。そうだよ、そう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 。そのさ、なんか小瀬くんもいて、うん、で小瀬くんにこうちょっと怒られたこともあった小堀くんがいて、うん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 、での、うん、今のオクトパスのチームがあるって考えるとさ、うんうんうん、面白い子たちで作られてるんだなって感じはするよね。伏線を今回収してきたみたいな感じで、うん、あーそうかもしれない。いやー、ちょっと吉本さん、ちょっとストーリーがでかすぎるよ、ね、連載しとこ、連載考えてるな、さては。考えてるな、ちょっと10年後ぐらいに本出そうとしてんな、これ。なんだろう、感動的なストーリーのあった子たちが集まってる感じあるよね、うん。ちょっとジャンプで連載しとこう、ジャンプで。ジャンプでいい？マーガレットじゃなくてヨキ？ああ、待って、花夢がいい。花夢。すいません、白戦車さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは、高橋渡るルートで。ありがてえ。まあ、無事ね、8人がデビューできてよ、デビューすることになったということで。デビューシングルが2月の9日で、It's a Burp。あれ、発音良すぎてさ、トーマシの。トーマシね。発音良すぎて、なんつったって。そう、あの、トーマシなんつったいつまで聞こえたんだけど、その後ごめん、なんて言ったっていう。そうそうそう。ファンクラブ設立が、まあ、この後、もうちょっとしたらってことで。うん。1月に。うん、で、2月の5日に、トーク会あって、11日に、ZEP ダイバーシティで、ファンミーティング。いいえ。しかもだよ、初冠レギュラー番組がギャオさんで、ね、2月2022年2月より配信が決定。すごいね、忙しいね。うん。お誕生日がさ、彼らの。あ、そうだわ。お誕生日冬に固まってるじゃん。ね。この固まり具合。大丈夫そう？お財布事情大丈夫そう？ケーキ大丈夫そう？本当に胃袋やられるよ。いいわね。すいません。我々、大人なんで、そういう心配を、そういう心配をしちゃうんですよね。油の分解がちょっとね、っていう。ちょっとね、速度が追いつけないところが、ね。心配になってきた年頃だから。カルビよりロースっていう年頃になってきてるので。しゃぶしゃぶでいいなぐらいな気持ちありますね。あ、そうそう、油落としてもらってっていう感じ。というわけで、ちょっと冬、2月ぐらいにかけてラッシュがありそうなんで、まあ、またね、動画上がったら取り上げていきたいかなと思いますので、その時はお付き合いのほどよろしくお願いいたします。お願いいたします。グッドボタン、それからチャンネル登録、またコメントもよろしくお願いいたします。お願いします。それじゃあまたねまたねー。 ちょっと嘘でしょ。落としたまたねー。またね、すいません。しまらん落としちゃった、スマホ。